一大ブームの渦に巻き込んだ SF 冒険アクション、ついに完成。新たな構想のもとに2年の歳月と2億円の巨費を投じた超話題作、宇宙戦艦ヤマト。時は2199年、銀河系から遠く離れた宇宙の彼方、ガミラス星からの攻撃によって地球は放射能汚染により地上は全て破壊され、人類は地下に住んでいた。しかしその運命はあと1年。ただ一つ救いは14万8000光年の彼方の星イスカンダルにある放射能除去装置を手に入れることだ。私はイスカンダルのスターシア。私どもの星には放射能除去装置があります。これを使う以外に地球を救う道はありません。人類滅亡の危機を救うため250年の眠りから覚めたあの戦艦ヤマトが今巨大な宇宙戦艦ヤマトとなってよみがえった。いかなる敵の攻撃にも屈しない宇宙戦艦ヤマト。再び緑の地球を取り戻すためヤマトと共に運命をかける宇宙戦士たち。地球滅亡まであと366日。14万8000光年の彼方目指して宇宙戦艦ヤマトは今ロマンと冒険の旅に飛び立つ。行く手には想像を絶する危険が待ち構えている。ドメル将軍に率いるガビアス艦隊と戦うヤマト。息を呑む壮絶な戦い。アニメで描きうる最高最大の凄まじいばかりの戦闘シーン。そのスリルと空前の迫力が大スクリーンに展開する。ファンタジックなムードの中に広がる果てしない宇宙と未来への夢、そして限りないロマン。あらゆる楽しさを詰め込み壮大なスケールで圧倒する驚異の超大作、宇宙戦艦ヤマト。